ケガチョウでーす。まあ、前回、まあ、下半身のトレーニングはかなり重要だということを語りましたけど、その中でとりわけ、まあ、一番、重要になってくるのはダッシュですね。おすすめは。はい。まあ、歩くことを最初にやっていただきたいんですけど、歩いてからジョギング、さらにそっからダッシュまで、そこまでやっていただきたいですね、僕はね。正直、運動不足の人がいきなりダッシュすると確実に足つるんで、絶対やめてください。なんでね、まあ、大体最初始めるとしたら、6割ぐらいの程度でダッシュする。50メートルから100メートルの距離を、6割程度の力でダッシュすることが一番おすすめですね。なんでこんなことが言えるかというと、まあ、まず、全力ダッシュすると 100% あなたは、足つります。なんでね、絶対に6割。まあ、6割をダッシュというのかどうかわかんないですけど、まあ、でもそんぐらいのペースで。で、まずは歩いて、歩くのを1ヶ月続けて、で、歩くのを1ヶ月続けて後にジョギングを始めて、ジョギング始めながらダッシュもする。これが一番いいっすね。なんでこのダッシュを押すかというと、ご老人の方で、長距離走ってる方結構いらっしゃるじゃないですか。マラソンとかね、マラソンランナーとかも結構公園とか走ってるおっちゃんいるじゃないですか。おじいちゃんみたいな。ただ、ダッシュしてるおじいちゃんなかなかいないんですよね。これなんでかっていうと、老人になってもチキンは衰えないんですけど、速筋ってマジで衰えるんですよね。ダッシュする力、もう速筋使ってるじゃないですか。この力っていうのがマジ非常に大事で、これがね、衰えさせないことがやっぱり老化防止につながるんじゃないかなと僕は思うんですよ。これをやっていただけたらな、皆さんも健康になれるんじゃないかなと思いますね、本当に。まあ、僕はやってるんですけど、まあ、陸上部だったんで、その名残で今も続けてるわけなんですけども、やっぱやった方がいいっすね。うん。本当に、ジョギング3キロするよりも、まあ、ジョギングじゃ1、2キロするぐらいならば、ダッシュ10本を、6割程度の力で走った方が僕はまだ、効果的にはね、高いと思うんですけどね。まあ、消費カロリーがどっちの方が高いかと言われたらそんなわかんないですけど、やっぱそれがいいんじゃないかと僕は思いますね。はい。足腰ほんま大事なんですよ。衰えてから僕もわかったんですけど、やっぱ大事だなと思いましたね。絶対これは、この、衰えたままにしておいたらあかんっていうことは僕もわかるんで、これはほんましっかりしていかなあかんなと思いましたね。皆さんもね、もうこれ参考程度に聞いていただけたらいいと思うんで、まあ以上。ケツダク、提唱者のケツダクでした。